これは日経新聞の電子版の記事なんですけれどもですね、えー、無人コンビニですね、えー、顔認証で無人コンビニ、セブン NEC と実験店というですね、コンビニエンスストアが無人店舗の展開に乗り出す、セブン‐イレブン・ジャパンは12月、NEC と組み、顔認証技術で利用者を特定し、会計ができる店舗を開くというのが、まあ、一番最初の見出しです。 セブンは顔認証を使う実験店を NEC グループが入る東京都港区のビル内に回避イレブン標準店の1店舗にあたる30平方メートル程度の小型店登録した NEC グループの従業員が利用できるカメラによる顔認証を減るが社印証をかざすとまあ入店できると入店そのものが実は社員証を出すか顔認証を通らなければいけないっていうことなんですね えー、この辺がですね誰でも入れるような、まあ、今、手を取ってるアマゾン o との違いでもあるんですけども商品のバーコードを読み取ってから顔認証をしたり専用端末に社員証を掲げたりすると会計が終わる支払いはここが僕すごいと思ったんですけど給料天引きとして現金や電子マネーなどで決済する手間を省く。 これがなければですね、まあ、やってることは、最近あの地下鉄でよくあるですね、無人レジってあるじゃないですか。あれとそんなに変わんないですよね。地下鉄とかで、あの僕が大阪行った時、地下鉄の御堂筋線の南馬駅のですね、ファミリーマートはそうなんですけどもですね、売店のおばさんが忙しそうな時、横に無人レジがあって、自分でポスでこうおにぎりとかですね、ドリンクを読み取って、 勝手に解決して持っていくっていう仕組みになってるんですけども、それとまあどこが違うのかっていうと、まあ一応スイカとかパスモとかイコカとかを出す代わりに顔認証と社員証確認ができると。ただすごいのはですね、日本円というですね、通貨を介さずに給料転引きとなると。これ消費税どうなるかなっていうのがあるんですけど、まあ社内販売、いわゆる社販扱いになるんじゃないかなと思います。商品の発注や陳列は従,業員従来通り店員が行うが、 レジ業務をなくすことで最低23人必要だった店員を終日1人にできる利用者のレジ待ち時間も少なくなるオフィスや工場など利用客が限られる店舗への導入を視野に効果を検証するじゃあ,まあこのニュースをこうどう読むかっていうことなんですけどもですね Amazon Go さっき話した Amazon Go とかあと中国には無人店舗が何千とでに何千とあるそうなんですけども多分2019年はですねこういうですね 無人店舗元年になるるというふうふにに思ってるんでですすね、まあ、にスーパーマーケットとかでもですねもう無人レジが当たり前になってますね人がいるレジが2つか3つぐらいしかなくてその他あの5つか6つぐらいはもう無人レジが当たり前になっていると。でこれはじゃあ万引きとか発生したらどうするんだと、まあ、スーパーのレジとかは重量で測ってそういうトラブルが起きないようになっているみたいなんですけど基本的には万引き被害の被害金額よりもレジ打ちの人件費の方がかかるっていうことになって そういうふうに見てるわけですつまりあくまでコスト問題としてこういうのは無人レッジでやってたんですけどもセブンイレブンのこのアプローチが新しいところはですねつまり多分これがうまく動き出すとなると次に来るのは大学構内のコンビニですね大学構内の売店で学生証を提示するとっていうことになるんですよ。ただ NEC のこの社内グループのやつは社員の給料からの転引きというのができたんですけどもですね学校はですね、まさか学生証とととそのののの個人の預金残高との紐付けいいうのは行われてないとだから多分あの2019年2020年あたりの議論はですねこの個人ナンバーいろんな人がですね学生証というのを持ってたりあとは社員証というのを持ってたり保険証というのを持ってたりそういうような個人のナンバーと 預金金またはデポジット金額ですねそういうふうなものを紐付けるのが当たり前になるでしょうと。今僕らそういうデポジットっていうので例えばスイカとかパスモっていうのはデポジットとしてるわけですね自分で1万円とか2万円あとアマゾンのやつもそうですね自分で1万円2万円何万円っていうふうに入れといてそこから払うというふうなことにすれば最終的な個人情報や預金情報と紐付けずに、まあ、電子決済が可能になるといって言。 なってるんですけどどんどんそれがもう面倒くさくなってきてるわけですねなのでそういう個人ナンバーと預金口座とのもしくはデポジット専用口座との紐付けになってくるでしょうと、えー、なかなか普及してないマイナンバー制度ってこれとリンクさせると一気に普及するんだろうなというふうに僕は思います例えばその自分のマイナンバーに自分の預金口座を紐付けするとどうなるのかというとまあパスモ代わりにですねこれでスイカとかパスモ 経緯はするんでしょうけども電車に乗ってコンビニを支払って映画を予約してアマゾンをなんかこう買い物すると。でこれがですね現実化すればいやいやどうなるのかっていうとですね実はクレジットカードっってていううのののがこの世の中に存在しなくてよくなくくちゃうんですねただ単に僕らに必要だったのは信用できる自分の番号とそれでの預金口座残高というか預金口座との紐付けであって実はですね世間の大半の人はですね 大半というか、半々ぐらいなんですけども、実は。クレジットカードのクレジットたる部分。いわゆる、お金を借りたりですね、分割払いという部分を使ってないんですね。残り半分の人たちにとっては、クレジットっていうのは。給料日が来るまでにお金が使えるものであったり。もしくはレボ払い、レボ払いというふうなものをするんですけども。ちょうど今、半分、半分ぐらいに。 それやってる人クレジットカード使ってる人がもうあ分かれてるる人人がれある人にとってはクレジットカードの,あの月ごとのな利用残高利用残高とか利用額がもう無駄でしょうがないとアメックスみたいに限度額がない方が気にせずに買い物ができると俺の預金口座には何千万とあるのになんで月々120万とか60万とかっていうふうに使用限度額が決めらなきゃいけないんだ こういう人にとってはもう違うカードのデビットカードとかですねそういうふうなカードの方が便利になってきてるわけですねだからそういう人にとってはもう自分のマイナンバーと預金残高をリンクさせてくれた方が便利なわけですねで、まあ、初期のうちはですねスイカとかパスモなどのさっき言ったようなバイパスを通らなきゃいけないんでしょうけども中間業者であるクレジットカード会社これあの 日本はですね、これからオリンピックを迎えてその後大阪万博もあるわけですね。でそういうのが来るにあたって多分これからクレジットカード支払いが中止になるとマネー現金キャッシュレスになるという,うに言われてるんですけどもその向こうに見えてるのは何でそんなキャッシュカードの会社が必要なんだっていうですね中間がなくなる世界が待ってるんですよね。僕らはは今、アマゾンとかの通販会社は当たり前に使っててるるんでですけどもこれがが上陸してくるまではリアル店舗が なくなるなんて考えもしなかったわけですね。ところが、電子決済ができるですね。あの通販会社が出てくると、どん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 リアル店舗が閉じていって、で、卸会社がなくなってしまって、僕らメーカーから直接物が買えるのに、どん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 近くなってきてるんですねで。そうなってくると、クレジットガード会社っていうのは。 もう一つでいいじゃないかとかですね。もしくはゼロでいいじゃないかと。今ちょうど中間のリアル店舗がなくなっているように、中間の銀行とか金融とかクレジット会社っていう、今この世界では20世紀の後半ぐらいからこれこそがザ・ビジネスだと。 思ってたような会社がガーッと傾いていくのがですね、2020年から見える風景じゃないかなというふうに思います。この個人ナンバーと決済の紐付けが頭になると、もう国は税金を集めるのにコストがかからなくなると。えー、税務シや国税局という存在が、まあ、次のですね、国家政府の行政のリストラ対象になるんだけど、果たしてこれが、まあ、日本国政府にできるかどうかですね、政府のとんでもないダウンサイズが <laughs> 行われることになると。 でいや、そんなこと政府がするはずがないって言ってもですね、他の国の政府がやそれをやりだしたらですね、現にアメリカは僕、かなりの確率でやると思ってるんですよね。でそれをやりだした時にですね、じゃあ日本国籍を持つ意味がどんぐらいあるのかって話になってきちゃうわけなんですよ。それよりは、行政府のコストが思い切りやすい国に 今だったら例えば税金払いたくないからシンガポールにって話は何ヶ月か何週間か前にしたんですけどそんなレベルではない根本的に行政府のですねコストが安くてですね所得税なんかほとんど5%いいよとか消費税だけでいいよというような国が現れたらみんなそこに国籍移すのはもうあのどうしようもなくなってくると世界観が見えてるわけですねその国に払う消費税を払うから多分問題はないんでしょうけどもそうなってくると日本は消費税40%ぐらいになっちゃうんでしょうけどもですね 最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。